モードジャズあるいはモーダルジャズは、コード進行よりもモードを用いて演奏されるジャズ。英語では、モーダル、ジャズと呼ばれている。モダンジャズのサブジャンルの一つである。1950年代後半に施行され始め、1959年リリースのマイルス・デイビスのアルバム、カインド・オブ・ブルーで完成された。ビバップをはじめとする、モダンジャズでは、 コード進行やコードの分解に基づくアドリブソロが行われてきた。ハードバップに至ってはメロディが洗練された一方で、コードに基づく一つの音階の内元のフレーズから外れた音が使えないという状況が出てきて制限がさらに増した。その大きな原因はコード進行だけでなくメロディにおける進行感も演出しようとしたことにある。そこで考え方を改め、 コード進行を主体とせず、モードに基づく旋律による進行に変更したものが、モードジャズである。バッキングなどの火星の面では、多少困難にはなったものの、ソロプレイにおいては、飛躍的に自由度が増し、メロディの選択肢も増えた。欠点は、コード進行によるバッキングやメロディによる劇的な進行がないことである。機能火星理論では、例えば、C メジャーのトニックにおいて CEG は、 和音構成音 ,DFAB は非可正音と定義される。旋律は和音構成音に帰結するように動き、非可正音に至った旋律が、その後跳躍することはない。火星という概念は、民族の壁を越えた大衆の共通認識として、作り上げられた概念であるため、必然的に大衆の感覚が基盤となる。しかし、モードの楽曲においては、和音構成音、 非化性音といった区別がなくなり、すべての音が等価に扱われる。したがって、モードは、各々の民族の感覚を利用し、独自性を確立した楽曲を構成するための手段として認識されている。リディアンクロマティックコンセプトが礎になっている。よって、例えば本来、E や C に帰結すべきである、D 音が、AA 跳躍することもあり得るわけである。 特に、モード以前のスタイルとの再化を図るため、和音構成音に帰結するような動きは、意識的に避けられるケースが多い。また、ベースを含む全てのパートにおいてそういった音の扱いが可能になるため、従来ドミナントペダルとしてしか現れることのなかった第二展開型を、機能化性的な脈絡のないまま出現させるといった処理も可能になる。マイルス・デイビスは、モードジャズで、 最も成功したアーティストであり、アルバム、カインド・オブ・ブルーは、モード・ジャズの可能性を追求した。そのセッションに参加したアーティストのうちコルトレーンは1960年代を通して、モーダルな即興演奏を他の誰よりも深く追求した。ありがとうございます。